めえさんを怒らせた男はみんなこうなんのかい。そんなことないわよ。あなただってまだ生きてるじゃない。うー、怖い怖い。そんな怖えおめえさんに会いたいって人がいてな。そう、そう、ナトラテクノロジー社のジャクリーヌ・ナトラ様だな。知ってんだろ、美しきものを創造するナトラテクノロジーなってな。ラーセン、すみません。レイラさん、どうこの札束、お気に召して。悪いんだけど、そういう趣味でやってるわけじゃないの。ではとても広いお庭で遊ぶのはどうかしら。ペルーとか壮大な山脈を登り、そびえ立つ氷壁を越え、険しい岩肌、吹き荒れる風、そしてこの小さなお守り、神秘的な力を秘めた古代のものよ。インカの遺跡に眠っているわ。私はこれを手に入れたいの。出発の用意はさせてもらったわ。明日にでもどうかしら。運が悪かったな。よう。なんかよう。ラーセンを迎えにやったんだけど、中で寝てるわよ。あの猿やる気満々だったのに。さあ、お遊びの時間は終わりよ。シオンのかけらをいただこうかしら。もらうぜ。やっておしまい。このバカ。行くわよ。なんだありゃ。ああ、あれだよ。あ、魚じゃないの。そりゃ相当な魚だぜ。おいおい、何ピリピリしてんだよ。さて、俺は中に戻るぜ。ゆっくりだ。ほら、やった。早く来てちょうだい。ギリシャへ移ってからは新たな興味の誘惑に苦しめられている。神父たちの間では
我が修道院の地下に失われたアトランティス大陸の三皇帝の一人ティホカンが葬られているという噂が広がっている。そして皇帝の遺体の隣にはあのシオンのかけらがあると言われている。シオンを身につけた者は神をも屈服させる絶対的な力を手に入れると言われ、アトランティスの皇帝たちは三つのパーツに分けたペンダントをそれぞれ一つずつ持ち、その秘めた力で帝国を統治していた。そして滅亡とともにシオンは永遠に封印されたはずなのだが。ピエルったら、ゴミは持ち帰りなさい。罪を償わせ、我々の力を奪い去り、その力を見境なく乱用し、やめなさい。我々三皇帝の信頼の絆を破り、アトランティスを混乱に陥れ、私やティホカンを襲い、このピラミッドを守る戦士も排除した。全てはお前がこの聖なるピラミッドの神なる力を愚かにも破壊の道具として使うためだ。愚かですってよく言うわよ。自分を見てみなさい。想像力のかけらも何もありゃしないわ。豚に真珠だわ。さて始めよう。ティホカン、お前はこの聖なる場所をまるで化け物工場のように悪用し、欲望を満たすことしか考えず。違う、あれはラボで生き残った新世代の生命体よ。今ではただの肉片だ。そしてお前は永遠に生と死の境に封じ込めてやる動脈、心臓、足、そしてその狂った頭まで全て凍らせてやる。永遠に苦しむがいい、ナトラ。あんたたちにも安らぎの時は来ないわ。アトランティス大陸よ、呪ってやれ。